ちょっと待っててね。こんにちは。一人かこれさ、変えてくるわ俺。あ、チメシ食う。うん。あ、ほん。オッケー。なんで？なんか頼む？いや、あの、大丈夫だよまだ。あれ、アフロさんは？アフロは今配信ついてる。あ、アフロだってよ。あの台おかしいでしょ。当たってる途中なのに、うん、どっか行っちゃって。ずっと帰ってきたの。編集してんの？いや、編集はしてない。だって編集はもう日本時間。こっちで6時の段階で動画アップしてた。あいつは8時投稿だから。そうなの。だから普通に電話とか誰かと飯行ってそのまま帰ってこうみたいな。そで取り切れませんでしたみたいな。そういうこと。ちょっと行ってくるわ俺。帰ってくるの。うん。あ、オッケー。じゃあ買うためがいい。いや、いいよそこで。すいません、一回コンビニ行ってきます。はい、すいません。ってことでお疲れ様です。はい、速報レベルマックス。はい、速報レベルマックスアンドヤバいやつ、結構ガチなやつ。なんと、あ、先にナイスお願いします。あ、まあいいや。今日も2万円勝ちました。ありがとうございます。あと昨日も2万円買って今日も2万円、昨日と一昨日で10時間以上働いて2万円です。はい、でなぜか知らんけど僕がずっと低設定の北斗を打ってた結果、あの今日になって万枚出てましたね、2台。なんでだろうな、マジで。ナイスお願いします。で、そろそろ日本に帰ろうかと思う。マジで。お疲れ様。はい。だって帰ってきてほしいでしょ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。いるわ、また。いやもうね、あのみんなが帰ってきてほしいってコメント欄から伝わってくる。そろそろもう小前ちゃん帰っておいでよって。マジで。マッサーのマッサー。ウェイ。ウェイ。Thank you。
あ、そうだ、俺昨日さ、あれこれ言ったっけ、昨日さ夜中マッサージ行くって言ってそこ行ったんだよ。マッサージやね。で終わってじゃあ帰ろうと思ってさ、あのこうやって歩いてたわけよ。これ再現するとこうやってこうやって、ああびっくりした、やめなさいよやめなさい。でこうやって帰ってる時にこのチェラインっていうのがあるじゃん、チェライン。俺ここめちゃくちゃ通ってるからここのお姉さんに覚えられてたらしくて、まさに今これ原付いるでしょ、ここに原付乗ったおっさんがいてね、あの風俗勧誘してくる。でどう風俗みたいな感じ言われてきたんだよ。俺がいつも首かしげるんだけど、その前にここに働いてたお姉さんがこの人絶対風俗行かないよみたいな感じで言ってくれた、俺の顔を見て。あ、ナイスお願いします。
テレテテテテテレテテテテテレテテ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 よかったマジで最後赤なね引いてなかったら負けてたわマジ。疲れる。ナイスお願いします。700ナイスありがとうございます。あーあ、かわいい子だ。あーいい子、いい子、キュート、キュート、かわいい、かわいい、かわいい、キュート、 You got cuteNo, eating. かまられるんだよ、これ一回行くと。あそこのおばちゃんやだマジで。マッサージのお代金払っても次何をせがわれると、チップよこせって言ってくるの。昨日だってチップ渡したし1000円、意味がわからんし、マジで謎なんだけど。マッサージサイトチップだぞ。あれあれ、なんかめっちゃいい匂いする。あのお姉さんめっちゃいい匂いしてこれ。後で行こうかな。あ、しかもさ、昨日はマッサージやってもらった女の子さ、若かったんだよ。若かったんだけど、ちょっと申し訳ないけど、ちょい太ってて、うわ結構ガチシしてるなと思ってさ、腰やってくださいって言ってあったもんさ、じゃあうつ伏せになってって言われてさ、うつ伏せになるじゃん。でなんかよっこらせみたいな声聞こえてさ、まさかなと思ったけどさ、その子がね、上にね、この足で俺の腰を乗ってきてさ、いやマジでこうやって全体重が俺の腰にさ、いやいや、ね、痩せてる人だったらいいよね、マジで70キロぐらいあるんだぞ、呼吸できんかったわお前。怖いわちょっと。いやだからガタイ、まさかなと思ったけど、俺もあ、ヒンさんもありがとう。ごめんヒンさん、キズ君砂浜もありがとう。あれどこだ、通り過ぎてね。あれあれ、
あれどこだっけ、あやべえラストオーダー消えちゃったんだ、チン飯、あやべえ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 、もうオーダー消えちゃったか、すみません、終わっちゃいました、はい、終わっちゃいました、大丈夫です、大丈夫です、すみません、すいません。ピンポンないの？あ、すいません。まだいいですか？終わっちゃった？はい、今延長した、延長した。5分待って。OK の。あ、チンさんいいって言ったね。あ、チンさん OK。終わった。ダメだったらいいけど。ダメ。ダメ。ダメ。これちょっと開けますね。ちょっと待ってください。はい。チンさん。はい。注文いいですか。はい、大丈夫。大丈夫ですか。はい。いや、つまりも、いや。
なんなら来る。なんで来る。アフロは何か言ってたの。なんか後でなったらなんたらなんかちょっと携帯で文章書いてこれに。あ、いいっすよ。あの、アフロが店出る前。見てる時にね、一緒に。今アフロと関わらない方がいい。本当に悲しいんだな。大声出して書いてます。豚骨ラーメン、オッケー。泡立ってるわな。泡立ってる、不思議だな。不思議だ、泡立ってるわ。何日間からいるの ?1 ヶ月いるの、僕、うん、これから、うん、資金が過ぎるまでいくら ?3 万こちらアフロに貸すかもしれない。6万もコツコツ食べたいよ。産業するのハイエナで、なんだかんだ動画だし。おいしいよ。何これ。上は5000円のアイテム。5000円のアイテム。ご視聴ありがとうございます。エフェクトがすごいよ。神のイカツチみたいな。あ、ありがとう V さん。ご視聴ありがとうございます。面白かった。ご視聴って何かの祭り、地元の祭りの掛け声。寺一冊の良い賞じゃないかな、うん、ありがとうございます。すごい。健太君の YouTube 登録したって。よかったな。伸び悩んでるんで。寝る前にでもお前の YouTube の動画は見えないわ。
なくない耳キンキンとか。アフロの方はうるさくない？あ、向こうはあるだろ。アフロの方がうるさいと思うんだけど、声質で結構わかる。YouTube いたのかね、YouTuber とかいなかった。なんだろう、いなかったな。そうしたらいなかったし、結構マグマディ、さっき1時間前フリーズリーブ1160も続いて、今1200も残ってる。リセットで一番うまいライトだな。リセットで一番うまいライト、リセットで一番うまいな。いや、ボットは期待値もありますよ。ちょいクラスか。いや、セイヤでしょ、間違いない。セイントセイヤ、セイントセイヤ。なんで普通が 30% ぐらいで40以上で、かつジェネラルバトル最初通りやすい可能性があるから、その1回ジェネラルバトル当たるまでみんな売りそう。次で2対1、3000円、4000円ぐらい。メケドドラ何に取るの？7時半に起きれたわって、でなんかずっと怪獣を見てたの。赤城だ、赤城っていうアニメがあって、アニメ見てた、赤城を見てたら寝ちゃった。次何？アマスラ？アベマ？ティックトックで、ティックトックで、ラブラも結局出てなかったし、あ、やめたタイミング、やめたタイミング完璧やった。うわすげえ、なんかこれシェリーだ、シェリーだな。おいしそう、シェリーありがとう。これも5000円入ってる。5000円ありがたいわ。おいしそう、5000円はやばい。おいしそう、助かるね。5000円チーボもありがとう。あ、てかさ、大卒なの？一応東京大学。いえ、ここめちゃくちゃ頭いいところ。いや、でも分かんないよ。これメントルボンじゃねえだろ。絶対メントルボンじゃない。いや、でもうまいんだ、本マグロ。うまいんじゃない、本当に。やつはマチョさん、ありがとう。おいしょ、
パチンコ屋行けば会えるみたいな。
いや、ほら、俺はそういうのないから。石川の理由って言うの名前って言うの逃げる時に言すごいよ、ね、なんか前、知ってる、マイパス知ってる。ああ、知ってる、いたよね、隣に。ね、ああ、ちょっとだけ見た。あのからもいたし。うわっ、捨てとる。うわっ、うわっ、クワッチ2位だよ。クワッチ2位でしょ。ないでしょ。クワッチ界の2位なんでしょ。いや、遅いです、僕は。でも普通に考えてやばくない。いや、違う。だからクワッチってそのナイスだけじゃないんだよ。うまい、うまい。その、なんで、なんか2、3出たな。稼ぎランキングっていうのがあるのよ。稼ぎランキング、ナイス。昔からいる人だ、1ヶ月ごといくら稼いでる人ランキングみたいな。え、そんなのも分かる。稼いだ人ランキングで。それは俺結構下で。そうなんだ。いやでも稼ぐっていうのは人気と違うじゃん。人少なくても投げれば稼げるって。ああ、ナイスは人気に1日1回1人までしか出ないでしょ。そうだよ。もうシェアを占めてくれるとか、ね、毎日押してもらうとか。いや、時間が短いからな、俺クワッチンは。いやでもそのナイスが人気ランキングみたいな直結でしょ。いやでもね、疲れるよ。クワッチで立ち配信できたらな。ああ、そうやね。昔まではできたの。そうします。今は無理だもん。マッチで音カジは音カジは昔できたの。今はダメなの。ダメだ、マッチダメなんだ。マッチってみんな何やる。ゲームゲームゲームもダメ。ゲームもダメ。ダメ。ゲームもダメ。ダメ。あ、なんか限られたやつしかダメ。え、ゲームもダメだったら何配信するのって。だから釣りとか人をつけ落とし、人を突き落としてあのその突き落としたリスナーをかっさらっていく合戦すごいやん。で、あと誰かのネタにすがり寄るっていう。あ、毎日ジェンガみたいな。そうよ、ジェンガだよ。ジェンガとかみたいな感じなんだね。いつ自分がやられるかわからないし、そうだよ。そうなんだ。それでも人気が出る。人情とかね。一番すごい人の定説は何人？一番すごい人って何人？でもバラバラだよね、フワッチってね。安定してなくない？何人フワッチ民ちょっと教えて。何人ぐらい？同説って言ってもさ、そういうさ、フワッチを見るそういうさじゃない？そういうさ、1万人しか見てないけど5000人がフワッチの一つのチャンネル見てたらどうせ5000じゃん。あとレモンサワーください。はい、どうせ5000すごいけど、シェアみたいな、それを知っとかんと、だからそれ以上伸びんやんね。頭打ちになるから、それでそんだけ稼げるなら、まあ生きてはいける。もう生きていけばいけるよ。死ぬことはないでしょ、多分。いや、わからないよ。ここからガクって下がるかもしれない。生配信急に落ちるから、ね、生き残るためには必死だよ、やっぱり。だからでもベトナムでいくらお金を使ってでも、こうやってずっといればいるほど、なんかその視聴者はリアリティが増すわけ。ただの観光で来たわけ。
あのね、配信者って観光で行って買って帰るんだよ、大体は。そうだ、あんまりここまで長く言う人はいない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 よな。そうなんだ。から逆にいてる、俺が。いや、だから負けた時やばいよ。一気にもうアンチと全ての人が集う、その配信に。負けた時俺がね、パチンコに。パチンコだから負けるじゃん。もう大変なことになる。自分も大変。アンチないでしょ。いるよ。やばいよ、アンチ。アンチないの？いるよ、めちゃくちゃいるよ。だって俺ブロックしまくってるもん。それってめんどくさと思うだけじゃん。違う、あの、本当にいるんだよ。仮面の配信見てても、まあ、わーわー。いや、仮面くんは多分少ないかな。あれ、なんか、ね、友達みたいな感じなんで。アンチいるんやろか、いなさそう。アンチいる、アンチでだけど。アンチいるな。え、でもその、匿名のコメントはアンチじゃないじゃん。失礼します。はい。キャスの。それはなんか、そういう芸じゃんね。え、アンチに何されるの？何もされないよ、裏で。裏で何かさ、生まれるだけでしょ。ブジブジ言ってるんだよ。そんなアンチじゃないでしょ。それあ、でもね、昔のね、手強いやつがいた。手強いやつ、アンチババア、ババアいた。祝電ババア、どこの店行っても祝電ババア。生きてるの女性が多いみたいな話を聞くやつ、そういうババアが多いんだよ。最近こいつくたばったのか知らんけど、亡くなったそう。今食べて何人俺っていうと増えそうだから。右下ナイスお願いします。あ、お願いします。右下ナイス。そのさ、やっぱ変わった人って女性に多分本当に多いと思うんだけど。あ、女ね。そう、50超えたのか50前後の分かんないけど、最近そのマメさんっていうそのおじさんがいるんだ。亀井とマメさんっていう39歳の無職の人たちと3人で一緒にいるんだけど、マメさんが YouTube ちょっと気持ち伸びてで、ちょっと僕が誘導してファンがついてで、たまに生放送っていうか動画出したら動画にスパチャを送れるんで、マメさんの設定で、スパチャを送ります。それが天下さんが全部管理してるでしょっていきなり言って誰だ、その送った人が、おかしい、マメさんに届いてないこれはって思って、マメさんのスパチャを管理してますよね、ちゃんと上げてくださいみたいな。やば、どういうことですか。もう天下さんが関わらないでくださいってマメさんに言って、でまたああみたいな、結構挙動不審なおじさんだから。で僕がツイッターをブロックされる。え、でも生き残れないって。だからその、ってなってる人も多分生き残れないから、ね、分からんけど。あ、その人ね、マメさんね。マメさんはもう生き残ってない。死んだ。終わった。死んじゃった。じゃあ1ヶ月ぐらい、なんか300万持ってきたらしくて、あの、いるらしい。帰るよ。亡くなるまではいない。さすがに1ヶ月ぐらいか。番長の信頼入れた時に帰るのか。え、いつだよ。4月29日2日4日。信頼出るの。済ませろ。済ませろ番長。やば、ワンスリーみたいな。そこで帰るかどうしようかな、体調次第。一応資金が消費しないために持ってきたけど、2週間で消費しますもんね。そうしましたね。
あとこいつの質問に答えても見ないから意味ないよ。ゴールデンウィークね、ゴールデンウィーク高くなるよね、宿ね。宿？ここだ。宿多分。あ、宿はちょっとわかんないけど、飛行機は高くなってなかった。ええや。見たわ。そんな高くない。多分10万、直行便だったら10万しないぐらいするぐらい。直行便だよね。え、経由できた？今まではずっと直行便なかった。まだ？1年ぐらいなかったかも。復活したい、コロナのあれで、復活して、直行便で来てる、今体調悪くない何時間、16時間とかかかる。韓国経由でしょ。いや、僕はホーチミン、ホーチミンとかハノイとか、それか、もうしんどい時は台湾で一泊して、次の日に朝に出発みたいなやったけど、それ高い、台湾一泊1万ぐらいするからさ、それがもったいないから、帯が一番いいな、大体の帯が一番いい。朝早いけど、めっちゃみんなしてくれてるじゃん、多分チャンネル登録。そうだよ、ね、よかった。あ、ほんと、これ、どんだけ増えたか、僕、見れるんですよ、これ。ちょっと見てみて。今、18万5,566人から、今から更新します。うん、これ見たのは、多分20分前とかです。うん、いきます。うん、何？ 50 人増えた。よかった。やばい、これは。マジで。ガチでしてる。もう最近オワコン化してるから伸びない。解除の解除とウェルのことでこんなんなの。もう昔のリゼロしか見ない人がいるから、解除とこんなんなんだけど、ボンってすごい。よかった。嬉しい。50人は。ナイスお願いします。ナイス。YouTube でおさるって。え？何？ナイスお願いします。言わないよ。YouTube でナイスお願いします。いきなりどうした？もうナイス900いくやん。今日たまらんかった。ま、じゃあ負けないとたまんないんだよ、ナイスが。負けるとたまるんだよ。あ、日付変わったよ。不思議なことに。あれ、日付変わった。これ日付変わったか。ゼロ時になった。ゼロ、たぶん日本ではゼロ時なんですよ。ここ10時までだから食べんと食べられない。鳥おつ1回切ります。